包括協定を結んだのは福山シティ FC と神石高原町、そして神石高原町の町おこしなどを手掛ける会社マサーンとの3社です。3社は協力して神石高原町の魅力を伝える交流人口の拡大やスポーツなどを通じた若者の健全な育成などに取り組みます。福山シティ FC は町内の高齢者施設で入所者へ健康体操を指導するほか、ホーム線に町内の子どもたちを招いたり、町の魅力を発信するブースを設置します。合わせて今シーズンの新ユニフォームの発表も行われました。昨シーズン JFL 昇格をかけた全国地域サッカーチャンピオンズリーグで敗退した福山シティ FC、 今シーズンは挑戦と覚悟の年と位置づけています。地域 CL を優勝して JFL 昇格を果たすと、この一点集中でより強いチームを作っていきたい、かっこいいロゴを背負って日本全国に改めて福山シティ FC の名をとどろかせていきたいなと。